はい、皆さんこんにちは。マーケティック代表の小杉です。今年最後のコモディティマーケット展望を始めたいと思います。まず金相場の方から、こちらコメックスの金の先物相場です。今年の10月、株価急落しましたけど、その後、リスクオフの流れと連動して金相場も上昇しております。直近高値ですと大体1270ドル台、だいぶ上がってきております。こちらトコモの金相です。こちらも大体同じですけど、足元ドル建ての金相場の上昇よりも、若干円高圧力の方が強いものですから、4500円水準で上げ一服となっております。ただ、水準としてはだいぶ上がってきている状況です。でこちらがドルインデックス。こちらずっと、株価急落でもドル高続いておりましたが、足元、若干ドル高の流れ一服しております。ただしこれドル安かというと、そこまでも興味ないということで、今のところドル高が止まったという評価に留めたいと思います。でこちらはユーロドル、こちらも大体一緒ですね。欧州の政治不安なんかもありますけど、若干ボックス気味の状態、特にドル高でもドル安でもないという状況です。でこちらアメリカの10年債利回り、こちらを動いております。FRB の金融政策、利上げちょっと無理じゃないかという見方に加えて、株価急落で、安全資産としての米国債買い、この辺から長期金利大きく下がっております。これ当然金価格に対してはポジティブです。ダウ、こちらも大きく動いております。これまで、下がったといっても2万4000から2万6000、ボックス相場だったんですが、足元、この水準を下抜けして、グダグダグダと言っております。年末の、薄商いの影響もあるんですが、世界経済の先行き透明感、プラスで、アメリカの政治関係の不安定化、この辺から少し投げが膨らんでいる状況です。でボラティティ数、こちらも大きく動きました。ここ、10月から11月、12月初めまではだいたい20ポイント前後で揉み合っていましたが、足元30ポイント大きく超えております。この辺も株価急落と連動してかなりボラティリティが高まっている状況であるのがよく確認できると思います。キーズマの視点です。やはりここまではこの辺水準上がってくるとちょっと怖いなという、どうしてもなんかリスク投資が難しいなという印象になります。でこちらはキーの ETF の投資なんだが、こちらはトレンド変わっておりません。10月の株価急落と連動して、株式市場の方で、主に金 ETF、株を売って金 ETF を買う、こういった流れができております。でこちらはバルティックの海運指数。こちら、株価急落と見ますと、結構底堅さ見えるんですけど、そんな大きく上がってないという状況です。でこちら仮想通貨。こちら足元少し上がっておりますけど、安値低迷状態が続いております。で金相場、過去2週間のレビューですけど、水準は大きく上がりました。1250ドルの節目突破から1270ドル台まで。大きく上げております。要因としては、一番大きいのは株価の不安定化、なかなかリスク投資ができないという状況で、安全資産、金に限らず米国債、円、スイスフラン、こういったものが買われております。で特に今ボラティティ数が高いものですから、なかなか積極的にリスク投資できないんだということで、とりあえず金の方で様子を見たい、こういったニーズができております。でプラスで FRB の利上げサイクルの不透明感、FRB、どんどん来年もどんどん利上げやっていくと言っておりますけど、ちょっとこれ大丈夫なのか、マーケットは少し不安心理を抱いておりますので、この辺の感覚も、金相場に対してはポジティブに機能しております。で先ほど見ましたように金の ETF はずっと買われております。これ明らかに株式市場から金の方にお金が流れている証拠です。プラス、今足元はクリスマス年末年始、ちょっと薄商いのものですから値が飛んでいる可能性もあるんですけど、とりあえずこういったリスクオフの流れが金相場を押し上げているという流れができております。で一方、この前ですと、ドルとの逆相関が重視されていましたが、足元、ドルが比較的高値水準を維持しておりますけど、金は買われている。この辺も相関係数を見ますと、むしろドルよりも株との逆相関が目立つ状況になっております。金、いろいろ安全資産と言われるんですけど、普通ですとドルに対する安全性を議論するんですけど、今むしろ、リスク投資に対する安全性を議論している状況になっております。こういった相場テーマ変わってますので、ドルに対する関心は少し低めに抑えてもいいのかなと思っております。むしろ注目すべきは株式市場の方、こういった状況になっております。株式市場の方ですけど、基本的には実体経済、企業業績、この辺がピークアウトしたんじゃないかという懸念があります。でプラスで大きいのが FOMC、FRB が政策ミス判断してるんじゃないかという見方です。マーケットの方はもう利上げする体力ないよと、アメリカ経済もマーケットも利上げできないよと、こんな今みたいな利上げやっていったら崩れちゃうよと、こういった危機感を抱いております。で一方、FOMC の方では、来年も利上げやっていくよと、むしろ実体経済いいし、インフレも弱ぶれしてるから、どんどん利上げやっていくよと、この辺の、マーケットと FOMC の、見方の違い、この辺からやっぱりちょっとグダグダグダときてる、ちょっと危ないなと、マーケットの目線から見ると、
もう利上げ止めないとダメなのにどんどん利上げていく、この状況って危ないんじゃないと、こういった見方から、まあ、リスク資産売り安全資産買いが広がっているのかなと思います。でその FOMC ですけど、今回、来年に関してもどんどん利上げやっていくよと、まあ、これも金融政策の視点で見ると金に対してはネガティブです。金融政策正常化ということは、まあ、通貨価値がどんどん担保されますので、裏側の展開として金を持っておく必要はないという、2013年以降のダウントレンドのロジックがあります。まあ、これは維持されているんですけど、まあ、足元では、まあ、こういった金融政策環境よりもリスク投資の環境が重視されていますので、むしろ高派のスタンスが、マーケット環境を不安定化する、それによって安全資産の金が買われる、こういったロジックになっております。まあ、ただし、まあ、パウエル FRB 議長、まあ、この辺はどんどん利上げやっていくよと言っておりますけど、まあ、あくまでも市場次第だと。まあ、市場悪ければ利上げ停止もありますし、まあ、もし良ければむしろ利上げの加速もあるよということで、かなり柔軟性を示しております。で、まあ、今後2週間のアウトルックですけど、まあ、まず第一に注目すべきは、株式市場の安定化が実現するかどうか。まあ、もっぱり今株との逆相関で見てますので、ボラティティが高くて金利というか買われて、まあ、定期使用でも新規買い、こういった状況が続きますと、まあ、やはり1300ドル、この辺も見えてくるのかなと思います。で一方、ボラティティが低下、まあ、金の ETF 買いが一服、定期市場の買いが膨らまない、こういった、マーケット環境の正常化を促されますと、まあ、一旦利が売りが入るのかなと思います。まあ、特に今、まあ、年末でどうしてもなんか値動きがちょっと必要以上に荒れてますので、まあ、この辺反動が出ますと、大きい相場当然下落します。ただし、まあ、従来見たように1200ドル割れ、この辺がちょっと遠のいているのかなという状況です。で一方、まあ、今足元ちょっとドルとの逆相関が低下しておりますけど、まあ、ドルまだ強いということはちょっと注意が必要かなと思います。まあ、なんだかんだ言っても FOMC、どんどん利上げをやっていくよという継続、こういった方針を示しておりますが、まあ、一方で、まあ、欧州とか、まあ、オーストラリア、日本、こうやってイングランドもそうですけど、こういった他の国の金融政策、なかなか引き締めができない、正常化ができないということで、まあ、アメリカが利上げを停止しても、ドルってまだ強いんじゃないと。こういった評価が、まあ、金利が低下してドルが、株が下落してもドルが高値水準に維持していると。でこのため、まあ、もし株式市場の方が低下しますと、またドルの方にマーケットの関心が移りますので、まあ、こういった潜在的なネガティブ材料が残っているということは注意が必要かなと思っております。で、まあ、一番警戒したいのは何かというと、アメリカの利上げサイクル。まあ、一応今回の FOMC では利上げ続くよということを言っておりますけど、例えば、ちょっと経済、まあ、マーケット環境は危ないんで、利上げ停止した方がいいんじゃないのか、こういった議論が増えてくると、金相場の投資環境が変わることになります。まあ、今のところ、まあ、リスクオフ環境なんで金強気ですけど、さすがにちょっと、オーバーシュート気味になってますので、まあ、年末年始この辺の修正がありますと一旦リバウンドするのかなと、調整売りが入るのかなと思っております。まあ、ただこの辺の、投資環境安定化しない限りは、まあ、どうしても一旦下げてもまた買われるという状況なんで、まあ、とにかく株式市場の安定化、これも今ちょっと若干パニック気味なものですから、まあ、投資家のマインドどう改善するか、この辺がポイントになってくるかなと思います。で今回の FOMC ですけど、注目したいのは、当局者の金利見通し、これ2019年の金利見通しがここです。9月時点で 3.1% が 2.9% に下方修正されています。これ、まあ、従来ですと、まあ、2019年中3回の利上げでしたけど、まあ、今2回の利上げが想定されております。まあ、大体6月と12月、まあ、こういったタイムスパンになっております。でこの辺を見ますと、まあ、金融政策正常化で、まあ、金売られるという流れもあるんですけど、今足元、まあ、これがやっぱりちょっとまだ危ないんじゃないかと、まあ、マーケットは利上げ停止しろという、こういったプレッシャーをかけておりますので、こういった利上げ継続方針が金融市場の不安定化を促している間は、金は変わりやすい時代が続くことになります。まあ、ただしこれあくまでもこれ見てもらうと分かりますように、2020年、まあ、この辺まで利上げ続けるという見通しが出てますので、まあ、この見通し通りにいきますと、まあ、なかなか金融政策の正常化圧力が金の方を下押しする圧力が続きますので、まあ、もしマーケット環境が安定して、まあ、しかも利上げ続く、こういった状況になりますと金をもう一回下押しされますので、金融政策と株式市場、こちら2つのバランスを見ていくことが必要かなと思います。で今回の FOMC なんですけど、パウエル FRB 議長の記者会見を見ますと、まあ、あくまでも今後は市場次第だよと。で、まあ、これまでもやっぱりこういった当局者の見通し出してるんですけど、まあ、経済見通し変わったらどんどん修正するよということをやってきております。で今回も、まあ、経済見通し悪化したので、まあ、利上げ開始1回分減らしましたけど、まあ、今後ももし、まあ、どんどん経済活動が下振れして、まあ、インフレが下振れする、まあ、こういった状況になりましたら、まあ、当然このカウント利上げのカウントをもっと下げていくこともやぶさかれてないと、まあ、この辺は強調しておりますので、まあ、これまで以上に、まあ、経済指標、まあ、ちゃんと利上げを支持しているのかどうか、
に注意が必要かなと思います。でこちらが大口投機筋のポジションです。こちら見て分かりますように、10月以降、ショートカバーがメインでしたけど、足元新規買いも入り始めております。この辺本格的に買いが入り始めますとまた勢い変わりますので、ショートカバーから新規買いの流れがうまくシフトするかどうか、この辺もぜひ注目してもらいたいと思います。何で上がってるかですね、ショートカバーで上がってるのか新規買いで上がってるのか、今これ2つですけど新規買いが入り始めてる、こちら大きな変化ですので、ぜひ今後の展開に注意が必要かなと思っております。で年末なんで、簡単に、今年の振り返りと来年の見通しをやってみたいんですが、今年の急相場ですけど、ここからですけど、年初から10月、秋口までですね、もっぱらアメリカ経済が強い、ドルが強い、金利が上がるということで、急落しました。これもう少し長い目で見ますと、2013年以降の、金融政策の正常化プロセスにおける金相場の下落、こういったトレンドの中の動きがありました。一方地合いが変わったのが10月以降、この辺から金融市場が不安定化、今年、2月も株価急落ありましたけど、その時点では大した反応なかったんですけど、足元もしかしたらアメリカ経済ピークアウトかもしれない、こういった見方で、これまでずっと金融政策正常化で言われたのが、安全資産としての買い、こういった流れが変わっております。これ、ここ最近の同じパターンなんですけど、何もなければ金融政策の正常化を下げるんですけど、政治不安がありますとこうやってピョンと跳ね上げる、大統領選なんかもありましたけど、こういった動きがあります。で、2018年に際しても、こういった安全資産の買いが続くかどうか、これが一つのポイントになるかと思います。もうトランプ大統領の政策、かなり荒れてきてますので、この辺が投資環境不安定化を促して、経済活動をどんどん停滞していく、こうなりますと当然2019年の金融相場というのは、上振りリスクの方が高まります。もし、アメリカ経済の方の成長が止まって、利上げ今年2回想定してますけど、例えば年1回しかできない、こういった状況になりますと、おそらく1300から1350まで上がるのかなと。いやそうじゃなくて、アメリカ経済は何だかんだ言っていいよと、貿易戦争もしかしたら終結するかもしれない、こういった状況になりますと、アメリカの金融政策正常化の圧力で、何だかんだ言って1200ドル水準ということで、レンジは1200から大体1350、この辺ぐらいは見ておけばいいのかなと思っております。ただ確かなことは、アメリカの利上げサイクル、もう最終局面に入っておりますということで、下げても、例えば昔の2015年のように、なかなか1100ドルを大きく割っていく、こういった状況はないのかなと、長期のトレンドで見ても大底をつける時期が、だんだん近づいてきております。過去の金相場を見ましても利上げサイクルが終わる、もしくは利下げが始まる、こういった状況ですと、おおむね長期トレンドの大底を迎えております。で、これが、もしかしたら2019年後半、この辺で議論が本格しますので、2019年前半、この辺もしかしたらまだ下げるかもしれませんけど、だんだんと基調が、私ずっと2013年以降金って弱気だったんですけど、2019年、中盤から後半にかけては、トレンド、反発じゃなくて底入れの時期がもしかしたら訪れるかもしれない。こういった視点で2019年の金相場の方を見ております。はい、続いて原油相場です。こちら NYMEX原油先物相場です。こちら10月からずっと下げておりますけど、11月に60ドル割れで、足元50ドル割れで、40ドル台前半まで下落しております。こちらブレント原油、こちらも同じような状況です。今足元50ドル割れ目前、クリスマス前にちょうど50ドル割れ目前まで下げております。で、トクマの原油相場、こちらも同じ動きですけど、円高の分だけ少し値動きがきつくなっております。で、アメリカの在庫ですけど、こちら、ずっと今年秋から増えておりましたけど、足元3週連続で減少しております。正常の稼働率、これ次見ましょうか。正常の稼働率回復して、需要が回復している。プラスでシェールオイル、これ生産もちょっと一服しておりますので、季節要因通りに、季節要因というのはこれ、この雲のところですね、過去のトレンドですけど、減少圧力が強まっております。で、こちらアメリカの石油リグの稼働数です。こちら見ますと、今年ずっと結構増えておりましたけど、足元ちょっと減少気味です。この辺もまだちょっと理由は確かじゃないんですけど、もしかしたら原油安の影響かなということで、シェールオイルも原油安の影響を受けますと、原油相場に対してはポジティブな動きが出てくることになります。で、原油相場の過去2週間分のレビューですけど、高値からずっと急落しておりまして、50ドル、45ドル、どんどん崩れております。特に、一番低迷あるのは2019年、供給過剰になるんじゃないかどうか、
こういった警戒感があります。OPEC は日曜120万バレル、OPEC プラスですけど、OPEC やロシアはこれだけの減産を合意しましたけど、これちゃんと減産合意が重視されるのかどうか。でプラスで、この120万バレル、これが供給過剰を阻止するために十分かどうか、ちょっとまだ議論がある状況です。これ IA なんか今月の月報で、供給不足になるよと、結構警告ではないんですけど、過剰供給じゃなくて供給不足、こういった見通しを出しておりますけど、マーケットはまだあまり信用してない状況です。それに加えて、今足元株価が急落している。この辺からもう、なんか時給と関係なく下げてしまっている。こういった状況になっております。で、12月7日、OPEC 加盟国、非加盟国は120万バレルの減産に合意しましたと。で、1月から6月が減産対象期間で、4月にもう一回見直しをしますよと。で、これ今、本当にやるのかどうかって結構マーケットが不安視してますので、OPEC 内ではこれ、国別の割り当てもちょっと出そうかと。いろいろこういった議論も出てますし、今、足元減産は急落してしまいましたので、もう一回ちょっと臨時会合でちゃんと話し合おうかと、こういった議論も出ております。ただ、この辺の動き、マーケット今あまり関心がない状況です。もっぱり今、株価急落。リスクオフなんで、とにかく売ってしまうという。これも、リスクオフで、経済環境が悪化したら石油需要下振れする。こういった当然の議論もあるんですけど、じゃあ今、どれぐらいの需要の下振れを想定しているかというと、こういった議論は正直言って行われておりません。例えば日量10万バレル、需要が減るとなったら、それで在庫の見通しも修正していって、原油の理論値も出てくるんですけど、そういった議論が行われてないということで、どうしてもちょっとパニック的な動きになっております。で、一方需給の主要ですけど、原材料増加にブレーキですね、増加が止まって今減少中です。3週連続で減少中です。生産の稼働率が回復していると。これずっとここ最近、原材料と原価格逆相関関係強いものですから、この辺ポジティブな動きとして一応注目が必要かなと思っております。で、今後のアウトルックなんですけど、一応協調減産、これははっきりと私は旧大点だと思っております。これで需給が引き締まる状況ではないんですけど、とりあえず在庫の急増はないなと。で、 IA なんかは供給不足なのかというとちょっと微妙なところなんですけど、少なくとも在庫はどんどん増えて、値崩れを起こす必要はないと。私のは、こういった視点から言うと、正直言って50ドル割れ、これ下げすぎかなと思っています。この水準ですと、やっぱりシェールオイルもちょっと対応できないということで、しかも産油国、OPEC 内でも、ちょっとこの状況じゃもう財政は持たないよということで、おそらく、追加の減産などやらなくても、需要の下振れでサポートされるのかなと思っております。ということで、50ドル割れ、これ下げすぎと思っております。こちら書いたのはそれです。シェールオイル生産、こちらも流稼働数とか、明らかにピークを迎えております。で、OPEC、ロシア、この辺も追加会合とか、ちょっと何かやった方がいいんじゃないと、議論を進めております。で、季節要因からアメリカの在庫が減っていく。で、プラスで120万バレルの協調減産で、大規模な供給過剰は想定されていない。この辺が下にはサポートするかなと思っております。で、一方、上値ですけど、こちら引き続き株価動向。どうしてもこれ株価が急落しますと、なかなか買いが入らない、こういった状況が続くのかなと思います。需要減退リスク、投資リスク、この辺が重視されますと、需給の議論と関係なく下げてしまいますので、今これ足元、こちら側の論理で動いてますけど、こちら側にシフトしていくと、だんだん下げ止まるのかなと。私はもう今下げすぎだと思ってるんですけど、下値今もう45割りましたんで、40ドルぐらいしか節目ないんですけど、おそらくだんだん、ネガティブに進むのかなと思っております。ただしこれ、次回までに例えば60ドル試すかというとそういったことはないのかなと、せいぜい50ドルで回復、前の50から55ドルのレンジ、この辺が想定レンジです、我ので、下が40、これぐらいで見とけばいいのかなと思っております。で、 IA の月報ですけど、今の原油相場、急落で、予算関係、産油国の財政環境かなり悪化してますよと。で、本当はだからもう少し減産を上げていって、供給部、生産や投資を進めていかないとダメなんですけど、今の水準には難しいよと。ただこれどうなるかまだ不透明なんで、ちょっと時間が経たないと分かんないよということを言っております。で、これ右側のチャートがこれ、IA の見てる需給バランスです。これ上が供給過剰、下が供給不足です。これ見ますと、第一四半期、若干の供給過剰、で、第二四半期が供給不足、こういった見通しになっております。本当はこの辺の見通しから、原油相場底入れしたかったんですけど、
まあ、残念ながら今、時期を見てない相場、まあ、株式相場の方しか見てないんで、まあ、この辺の議論ができてない状況です。これ、年初からまた協調減産、本当に始まりますので、まあ、この利口状況が財務をどう影響するのか、この辺によっては少し、時期要因で安定化するシナリオがあるのかなと思っております。で、大内知事のポジションですけど、まあ、こちら見ますと分かりますように、買い方の投げ、プラス新規売りが入っております。まだこれネットロング結構高い数字がありますので、まあ、どうしてもちょっと荒れやすい展開が続くことになります。で、原因も、まあ、ざっと今年の値動き見てみたいと思うんですけど、これ、最近の流れで言うと、まあ、2016年から、まあ、需給リバランス、特に2017年、これ、協調減産始まった後、上昇ペースを加速して、今年の場合ですと、イランの供給不足、供給不安、これで上昇ペースが加速しました。この流れずっと続いてたんですけど、まあ、流れ変わったのが10月。まあ、一つはこれ株安がありますけど、まあ、もう一つがマーケットの関心が、まあ、2018年の需給から2019年の需給にシフトしていったことです。もともと2019年って、まあ、需給タイトな状況は想定されていなかったんですけど、結構早めに織り込み始めて急落しました。まあ、他の要因としては、まあ、サウジとかロシアの過剰増産で、まあ、イランに対する制裁が少し甘くなった、まあ、こういった要因もありますけど、供給不足が供給過剰にちょっと見方が一転してしまった状況です。で、こういった状況で年末も変えますけど、まあ、来年に関しましては、まあ、ざっと言うと、下値40、上65で見ております。まあ、当然投資環境を悪化しますと、まあ、40ドル絡みの展開、まだちょっと我が重い展開が続く可能性があります。一方、これ協調減産が実行されることと、まあ、あとこの価格水準だとどうしてもシェールオイル、こちらの生産の伸びが鈍化する。で、プラス、まあ、オペックロシア、この辺もちょっと我慢できないで、追加の政策対応が促されやすいということで、下値は固まってくるのかなと思います。ただこれまた在庫が急減するかといったそういった状況は想定されてませんので、まあ、上がるとしても普通のコアレンジは55から60、この辺が割れ目処かなと。で、もしこれブレイクするとしたら、何か供給トラブル、特に地政学的に基づく、例えばリビアとかアルジェリア、ナイジェリア、まあ、こういったところで供給不足が、供給トラブルが発生した場合が、ようやく65ドルぐらいが見れるのかなと、まあ、こういった値打ちで見ております。とにかく、まあ、協調減産、シェールオイルがどんどん世界の需要を奪える状況になりますので、まあ、なかなか大きく上がることはちょっと難しくなってきております。シェールオイルだけで世界の石油需要の伸び、ちょっと当面はずっと吸収できる状況になりますので、オペックとしてはひたすらもう減産するしかない。まあ、この状況耐えられないとなりましたら、まあ、ある程度価格水準を抑えて、まあ、シェールオイルの生産鈍化を促す、こういった状況が必要かなと思っております。まあ、この辺で、まあ、40ドル水準はそこまでですけど、まあ、前みたいにやっぱり78ドル、80、この辺目指すのはちょっと難しくなってきたのかなと思っております。以上、今回のコミュニティマーケット展望でした。皆様良いお年をお迎えください。